この前動画で作ったジャケットがあるんですけれども、わずかに再販が決まりました。やったーやったぜ。概要欄からチェックしてみてください。お願いします。お願いします。画面越しで見るのがいっちゃおもろい。ホラーライト ST スタジオ、イエーイ。久しぶりかな、これ。久しぶりですね。久しぶりだね。久しぶりすぎてもう怖いわ。でもなんかちょっとこれで緊張感1ミリもないわ。本当だよな。1ミリもないわ。本当だ。本当だ。本当だ。まあ、最初からも。え？声知ってんだけど、普通に。って、普通に3回来たもん。入ってる可能性ある。ある。来てかかったもん。マジ？マジ？全然聞こえない。やめてくんないかな。やめてくんないかな。集中できないんだよね。ニューヨークの偽物みたいに。俺と目当て集中。かぶってんのよ、こいつ。今までいなかった恐ろしい現象が起きたので、こちらを紹介するとともに。うわぁ、今一瞬光ったね。今これ通った。え、こっち通った。待って、今日やばくない？何通った？こっち光通った今。なんかやばそうだ。今日やばくね。なんでこんな雰囲気にしたの急にな。いつも振り返りというか、はいはいはい、自分たちが気づいてない怪奇現象、紹介していこうと思います。ちょっと開幕いきなり怖いんで、急いでいきましょう。1個目に紹介する動画が、1ヶ月プロの元で特訓して作った曲なら車で流してもバレないんじゃねっていう46秒です。ノリがめっちゃ光るんです。えだからあるんだけど、それの今回ノリの夢を、今回ノリの夢を。うおぉ、光りすぎじゃね。自分の思ってた数倍ヤバすぎて、うん、これあんな光ってる。これやばい、これやばい。ここにライトが点滅してるとしたらね、他の人も光ってないとおかしい。うんうんうん。続いて1分4秒に声が入ってくる。高音がめちゃめちゃ出る。高音しか出ないですけど、うん、で、いやそこでなんかビビッときて、あー、ね、久しぶりだからめっちゃ気持ち悪いよ。なんかその後光ってなかった。光ってた、なんか光ってたね。全く霊とか関係ない動画なのに、なんの。うわぁ、なんでこんな音初めて聞いたよ。これはやばい。ちょっとこれ、うは、え、待って、いか。え、今さ、内側からコンってやんないと、うん、あんな音なんなくない。そんなんじゃないわ、ね、もっと高かった。あ、もっと、そんな音じゃないもん。そんな音じゃないよ。続いて、はい、第2回続行はですね、出た、大人気。8分26秒に声が入っていると。すげえびっくりしたわ。これやな。うわ、うわ、ちょっと、なんの、なんの、なんのやつだ。声でしょ。あーっていう。あ、これ、今の後のはーじゃないの。あーは違う。あーは違うと思う。俺がなんかびっくりしたわって言って、ノリがあーっつったわ。でも、俺が反応してるのはここなのよ。うん、ここ。裏、うわちょっと、裏、うわちょっと、ノリの声だにビビってたら俺こっち見るはずだ。でもしかしたらあーがこっから出てたのかもしれない。っていうか、でも音バカでかくない。あーってマイク近くっぽいね。なんかため息パターンノリじゃないっぽい気がするけど、まあ我々の理解を超えた怪奇現象ってことですね、これは。そうだね。続いて7分38、高さの話をしてて、俺の時に逆手って聞こえるらしいです。うわ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 、逆手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 。どう？俺は勝てって聞こえたね。俺は勝てって聞こえたね。俺は勝てって聞こえたね。よく本当見つけるなっていう、言われてみたら、まあおかしな蚊とかは確実に入ってるんだけど、すごいとこ見てますね、皆さん。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、はい、毎日俺に理不尽に切れてくる時。もともと心霊ありだったんだけど、気づいてないところも入ってるっぽい。もういいて。1分47でうーんっていう声が聞こえます。じゃあ、タボから、タボから行こう。じゃあ、おお、めっちゃ言ってる。え、言ってる？言ってる、言ってる。もうこのシーンに切り替わった瞬間だわ。もうずっと言ってるわ。俺ら誰一人気づいてない。急に切り替わるね。続いて8分8秒にも現象が起きてると。
俺の声には似ている、うん、似てるけど、うん、俺ちょっと違う声な気がするんで女っぽい感じは否めない。そう、否めない。てか、そんなちっちゃい声で鼻歌で歌ってんのも聞いたことないけど、うん、歌わないもんね、そんなこと。これは何とも言えないな。ちょっと俺も何とも言えない、これは9分32秒、はい、うん、ため息がついたままで入ります。最近マジで多くね。なんで？うわ、つの前歩いてる音じゃなかった？爪でこうやってる音に聞こえたみたいな。俺はね、水滴って歩いてる音に聞こえるけど、うわ、それ注目してきてください。最近マジで多くね。なんで？うわ、なんか確かに怖いな。過去のコメント欄の調査班の皆さんから、教えてもらった動画ここまでと。ここからが本題でございます。こちらの動画をどうぞ。全然来てない。でも確かになんかここの語る辺がなんかおかしいのあった。え？の、お、ひこった今。ひこった。え？ひこった。完全にひこった今。ひこったね。語る辺がうんわってちょっとかげろうっぽい感じになった。え？え？今。下見てみて。いや、こんなにおったらもうビビるって。汚いな。ない。なんもない。久しぶりに動画じゃなくて日常で起きたというか、うん、すぐそこにあるソファーに座って、うん、一番窓際なんですけど、うん、今俺黒い影見えた。マジ？いや黒い影やばいって、ね、危ないって。さーって言う。え？これすっごい黒い、まあ、めっちゃ光るやんけテレビ。鏡でさ、おお、今なんか赤いの黒くなったのとファーって光ったあそこ。鏡じゃん、鏡。どこ？え、こっからその位置でさ、あそこの辺が白いの見えるなんか籠みたいな籠あんじゃん。の奥の白いのあんじゃん、なんか黒、なんか白いなんか。聞こえた？あ、窓のところ。そうそう。なんかやばい。え、ちょっとやばい。まずくね？電気つけていいですか？それ今日はつけよう。つけましょう。無理無理無理、もう無理よ。ちょうど続行は撮った後だよね。そうだね。うん。歩いてるんだよ。おい、なんだ？近づいてる感じが。ソファーの下らへんからバンバンってやられてる感じがあって、もう自分が揺れてたね。だから下になんかいないかなと思ってその後一応ソファーの下を映したんだけど、もう何か映ってるかは俺らの目では分かんなかったけど、コメント欄の調査班の方が何か見えましたらコメントよろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと見返しただけで分かるぐらいピカって一瞬光ってる。ああ確か、そうだね。そう何か起きてたことは間違いないかなっていう。ホラーが好きなね皆さんと調査班の皆さんのためにも、はい、これからも頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。起きすぎじゃない？うん、起きすぎ。過去最多と言っても過言ではない。めちゃめちゃ起きてる。ラッシュ数がやばいよね。ここでさ、いろんなの気づいてたもんね。バン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 。あそこがザザザザ言ってたのは何だった？そう。一回静かにしてみる。いや、なんか言わなくなってない？さっきと全然違う。全然違う。何のことなんだ？今そっちでもしたよな。共有見てる人やな。ああ、下、あ、来てた。何をしてる？こっち全く気づかなかったよ。え？これしてよ、うん、これからもね、ホラーナイト頑張っていきますので、本当にチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。心からのお願いしますです。これ次のホラーナイトでお会いしましょう。バイバイ。ちょっとこれで緊張感1ミリもないわ。本当だよな。俺は常識の壁など壊せよ。もしならばこの手で。